こんばんは、ひろゆき Z です、小玉号の自由席に乗ってまいりました。今日は車両入れ替えということで、この小玉、758号新大阪行き、通常700系での運転なんですけど、小玉号 N700 での運転でした。なのでね、快適な 2×2 のグリーン車並みのポテンシャルを持つこの 2×2 に座れて、こちらの方駅までやってきました。一駅だったんですけどね、こんなことならね、広島ぐらいまで来たかったな。ちょっとお得な気分ですね。通常指定席じゃないと座れない席ですからね。はい、こだま758号新大阪行き発車です。 S5 編成です。この後ですね、高速通過をちょっと1、2本見たいですね。はい、今時刻はですね、10月15日の18時27分です。ちょっとあまり座ってはないんですけどね、 2×2 なのでね、あのシートなら新大阪までこだまで行っても疲れないんじゃないかな。風が強いね。今日ですね、小倉駅でですね、こちら風が強いね。東海道山陽九州新幹線の、時刻表10月1日から11月30日前の分をですね、ゲットしまして、山陽新幹線新島崎駅にいます。なんかこう、なんか表記もちょっと変わってるね。消費税増税後初の新幹線乗車でしたね。今乗ってきた小玉号がですね、小玉758号だったかな、すぐ忘れちゃうからね。小倉駅を18時18分の発車だったような、新大阪に着くのはもうね、だいぶもう終電間際ですよね。あの小玉号、あれ小玉856号見たもんな。この後ですね、あ、これだ、小玉758号、先ほどの小玉号はですね、新大阪に到着が22時58分の到着ということになります。そしてですね、この後に、この駅を高速通過しそうなのはのぞみ60号、小倉駅を18時27分に発車する分です。なので、もう計算しますと、もうあと3分後にはこちらの駅を通過してきますので、あと3分お待ちください。風強いな。のぞみ60号ですね、小倉駅を18時27分に出ました。まあ、6分少々でこちら通過していくなら6分7分ぐらいですかね。今日はちょっとこののぞみ60号の通過を見たいな。でその5分後にさくら566号、18時32分5分間隔ですね、発車していきます。で今日は走らないんですけど、18時37分発の臨時ののぞみ188号とかもね、日によってはこちら3本立て続けに通過がこう見れます。10分15分あれば3本ぐらい高速通過が見れる時間帯ですね。今日が10月15日なので、今日は運転はなしです。こう臨時便の通過ってこういいですね。今日はね、連休明けの火曜日なので、まあ臨時列車とはないですね。もうのぞみ60号はいつ来てもいい時間帯に差し迫りました。
あれ時計俺早めてたのかな。あと2分、あと2分少々くらいで33分ですね。アクションカムの時もちょっと2分早いわ。今ね、あのスマホとか携帯のあの時計の方が正確ですもんね。ちょっと風がありますね今日ね。まあ、この新下関駅でも駅メモのチェックインしときますか。すぐ敵にやられちゃうな。お、風強い。はい、アクセス成功。はい、あと2分少々で、こちらを高速通過していきますので、そちらを待ちたいと思います。帰りは在来線で帰ろうかな。ああ、せっかくこっち来たからな、駅メモなんちょっと何駅か行きたいな。こんなに新駅が、月初めはね、こうやって月の一番初めはね、こういう風にチェックインできるんですよ。チェックインするとポイントが高いんです。あ、来ました、のぞみ65。700A の、JR 西の車でした。のぞみ60号の高速通過でした。この5分後にはですね、また、桜号の通過もあります。在来線の乗りたいけどな。ちょっと今月ねバイクの修理もあるからね、お金を取ってきたいからな。ちょっと在来線で帰りましょうかね。今日あの草見駅に車止めてるんでですね、そちらも乗らないといけません。二人通貨も一本ぐらい取りたいよね。皆さんが待ってるのは次のさくら566号か、あ、そっか、このさくら566号は高速通貨じゃないんだ。ここを止まるから、じゃあこちらのね発車シーンをね、もう4分で見れますので、こちらを見たいなと思います。そっかそっか、3本続けてじゃないな。今日風強いです。なんか台風はもう過ぎたんですけどね。はい、ひろゆき Z です、こんばんは。新下関駅に来ています。山陽新幹線の駅です。ちょっと風が強いんで、ちょっとアクション感ももしかしたらちょっと風の音がいっぱい入ってるかもしれない。さくら566号が、あとですね、あと、あら、時計俺早めてるからな、あと6分少々できますので、そちらを、発車シーンを撮影したいと思います。その間に下り通過列車とか来ないかな。もう新下関駅も駅名も攻撃されました。そう、もうやられちゃったよ。もう充電がないな、やべえな。5、6、6、departing at 18:40
もうこちらでね今日の撮影終わりでしょうね。しかもね、レーダーでね、電気してる。あ、来ました。お、油断してたらね、こういう風にね、高速通過来ますからね。ちょっとね、レーダーで調布駅を攻撃してみました。で、せっかくね、山口県に入りましたので駅メモも同時に行きたいと思います。次の停車駅は広島駅です。おお、風があるな。風があるぞ。から参考車となっております。それ以外の号車はグリーン車または指定的な車両となっております。あらかじめ乗車券、はい、アクションカムもですね、まあ、この充電もなくなったので、この発車まで取れればいいなと思ってます。停車場車の際は大変ですので、黄色い電流ブロック内側になってお待ちください。山乗りはお待たせいたしました。18時40分発、さくら566号、新大阪駅に到着いたします。危ないですので、黄色い電流ブロック、下がってお待ちください。次の停車駅は広島です。途中の駅には停車をいたしますので、停車駅にご注意ください。到着後すぐの発車となります。ご注意ください。この辺りで、さくら566号の到着、そして発車シーンを撮りたいと思います。結構寒いな。もうジャンバーがいる時期になってきましたね。もう寒いわ。この辺に先頭車両行きますからね。はい、S10 編成、JR 西の車です。さくら566号、新大阪行きです。次の停車駅は広島です。もうすぐの発車ですからね、さくら号なので。さっきこちらのね、本来ならばここはこういうふうに指定席なんですけど、さっきのこだま号、自由席に乗れました。風が強い。こちらのドアを閉めます。ご注意ください。じゃこちらの桜号を見て今日はもう、すぐちょっともう帰りたいと思います。寒いな。今日長袖着てるけど寒いわ。はい、桜号発車です。間違えてボタン押しちゃった。最後まで取れなかった。すいません。さくら566号が発車してきました。さて、今から家に帰らないとな。EXIC で乗車しましたので、ピピッとやって、乗車券を買って JR でまた九州、在来線で九州入りしたいと思います。
次の列車来るのがね、もう19時9分、すぐ来るっちゃ来るんですけどね、下り高速通過とかもないかな。はい、山陽新幹線新下関駅に私は来ています。ちょっとね、駅メモのねポイント集めとしてね、ここからはね、IC カードがね、会社が変わるから使えないんですよね。EXICを使いまして、6時42分、また切符を買わないといけないんで、一旦出てみましょう。久しぶりの新島付き、きっと1ヶ月ぶりくらい。はい、探してもう一度タッチしてください。反応が悪いね。はい、たまにね、ここのうどん屋さんでも食べます。あ、もう時間がね。そこパン屋さんがありまして、こんな感じですよ。ここのね、セミでもよく寄ります。山陽新幹線の新下関駅です。ここですね、ここです。で、在来線でこういうふうに帰ってきます。ちょっと風が強いな。お、明るいね、キラキラしちゃう。バカは光物が好きなんでですね、ちょっと行ってみましょう。お、すげえ、カチカしてる。チカ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 。こっから下関駅のバスも出てんだ。バスもいいけども、在来線で帰らないとな。はい、これからは在来線で帰ります。もう電池もなくなりますね。はい、新下関駅より、ひろゆき Z でした。ありがとうございました。これ、こんまい食ったけど美味しかったですよ。食べましたけど。瓦そば。